ウッドデッキ Q&A、 板うば材でウッドデッキを作りたいのですが、どうですか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。板うばはブラジル原産のクスノキ科の植物で、ブラジルでは古くから木の橋や木造船の材料として使用されてきました。水中で用いても30年以上は持つ最高の木材としてヨーロッパ各地で長く使用されています。油の成分が多く含まれているため肌触りが良く、反りや暴れ、ささくれが少ない特徴があります。耐久性と加工性のバランスが取れたオールマイティーな性能を持っていますね。濃い色合いで高級感がある板うばなんですけれども、一つちょっと問題があります。それは表面に黒い斑点が模様になって出てくることがあるんですね。これは出てこない材木もあるし、出てくる材木もあるということで個体差があるんですよ。でこれ何かと言いますと、これはものすごく油分が多いせいで、油分がこう黒く固まって、木の間に出てきちゃってるんですね。でただこれは1年ぐらいで材木がどんどん色が濃くなって、最終的には銀白色みたいな色に変わっていきますので、黒点が目立たなくなってきます。板うばはシロアリに食べられたりはしないですか？はい、このもう材料はですね、油分がすごく濃いので、シロアリは一切入ってきません。それと、油が強い色ですから濡れて腐ったりという形で耐水性にものすごく優れてます。もともと木造船の材料に使われているほどの材料ですから、ものすごく丈夫だということです。普通ハウドウッドは裸足で歩くとささくれがあるので危ないと聞いてますが、板うばはどうなんですか？はい、板うばは油分を多く含むために木肌がすごくこう艶やかでしっとりとしているためにささくれが出ないです。ですから裸足で歩いて全然大丈夫です。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ガーデンリノベーションのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 hastings-classic.com で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301、 お電話お待ちしております。